な、アントリュー。回収には細心の注意を払えと前もって忠告してあったはずだ。ゾハルがいかに危険な存在であるかも含めて。はい、機械院に犠牲者が出たことについては弁明の余地はありません。ですが我々も、さまつな事象などどうでもよい。問題なのはゾハルに人が直接接触し消えたこと、そしてその後何の処置も施さず通常空間に晒した状態で移送していることだ。おかげで計画を2フェーズ繰り上げねばならなくなった。ゾハルを政府に渡すわけにはいかんからな。2フェーズもですか？なぜそのような。こちらの EPR レーダーが UMN の極小変異を捉えた。コラムを跳躍する形で貴様の艦隊に接近している。接触予測時間は5時間と22分後だ。まさか奴らが。だから失態だと言った。1時間前に増援艦隊を差し向けた。それまでの間何としても持たせろ。間に合うのですか？持たせろと言っている。状況によっては単体でハイパースペースに送り込んでも構わん。幸いにして貴様の艦には例の兵器が搭載されている。ベクターの目的は分からんが、この際だ、利用できるものなら。お言葉ですが、あれはまだ実動試験にさえ移っていないのです。危険すぎます。あれの力は貴様が一番よく知っているだろう。多少不安定でも構わん、急がせろ。ですが。以上だ。お待ちください、司令。